大阪府立美濃高等学校は大阪府美濃市にある公立の高等学校。高度経済成長期の高等学校生徒急増期に対応するため1963年に新設されたマンモス校。国際関係学科を設置する列10校の一つ。大阪府北部美濃市南部に位置し、高知の南東側の教会は豊中市との教会である。中学生の増加と 高校進学率上昇を背景として、段階の世代が入学する1963年に増設された不立津高校の一つ。教育課程は全日制課程で、開校時は普通科の高校だったが、バブル景気の1986年に出された大阪府学校教育審議会の当申と、1988年の不正に関する世論調査を踏まえ、 大阪府教育委員会の高校生の国際理解教育を推進する目的で1992年国際教養科を閉地された。国際教養科は2016年度グローバル化に改編された。同化は海外帰国生の入学者選抜があり若干なだが受け入れている。国際交流を重視する教育を行っておりアメリカやオーストラリア、ドイツなど 様々な国から留学生も受け入れている。2年生から大学受験を意識したクラス編成となり、両学科ともに自由選択で文系、理系に分かれる。また、交通の便が悪い面もあり、年5000件の遅刻が発生。2014年度6000件を2015年度5000件に減らしたが、以前2016年度5000件、2017年度4500件。 2018年度4781件と横ばい状態が続いている。校訓である自主自立和親協力を背景に変化の激しい時代に対応できる人を育み、生徒、教員が共にチャレンジする学校を目指す私服が認められている。禁止されているのは露出の多いカビな服装、サンダル類、アクセサリー着用や化粧メイク、ネイル等だが、ほぼ黙認状態。 頭髪の染色も定期交差時の頭髪検査を除き、派手でなければ注意されない。体育祭と文化祭をまとめた行事。清風祭という名前は、見直しの象徴である樹木、風に由来。大阪で最も活気のある学校行事の一つとされている。毎年、希望者が夏季休業期間中に海外研修。行き先は、米国とオーストラリアの2カ国で、 大学の講義を受講したり、企業を見学、研修を受けたりするほか、現地学生と交流する。校舎は、約60年前の開校当時のままで、旧耐震基準の既存不適格であり、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。このため2008年度から改修を行った。2015年6月14日、美能高校の20代教諭が13歳の中学2年生の少女に、 現金1万円を渡して、歪説な行為を行い、歪説の様子を動画で撮影。2017年3月に、懲役1年6月の有罪判決を受けた。ありがとうございます。